やってきましたよ、カメリン。やってきました。この時が。楽しみにしてましたよ。楽しみにしてました。カメリンの話せるね、はい、時間が。とってもです。で、今回なんですけど、はい、視聴者さんからのリクエストに答えるということで。リクエストですか。カメリンに、うん、以前は地球の歴史、うん、石の歴史を教えたんですが、うん、とにかくカメリンにいろんな説法を解いてくれというリクエストが来てるんです。はいで、カメリンさんは、はい、じゃあ逆に質問なんですけど、はい、何を聞きたいですか？何を聞きたい？何を教えてほしいですか？何でも教えることできます、私は。あ、星の誕生とかですね。あ、星がいつできたのかとか。星はね、前それ授業やりましたよ、カメリンさん。何年前ですか？100兆万年前。そういうこと、そういうこと。もうそこで話終わっちゃうから、それ以上でも以下でもないから。悪いけど、星もそうだったんですね、うん、え、星の前は何ができたんですか？何が？あの、星ができる前でしょ。それだから、あのエアー空間があったの、平らな。ああ、だからエアー空間、だから鬼滅の刃あるでしょ。はい、あれと一緒のこと、エアー空間だから無我の境地だよな。そういうことで。でもおかしいことあった？どうしたカメリン。で、カメリンさ、はい、今一番腹が立ってるあったら、いつも俺思って反省したのよ。俺ばっかり喋って、カメリンうんうんだけで、はい、会話の8割俺が喋ってた前回。そうですね。で、視聴者からまた俺のクレーム来てさ、カメリンの話を聞きたいのに、うん、高橋ばっかり喋ってもしゃあないと。カメリン、今日ちょっとフリートークで、じゃあどうぞ。フリートークで振ってくださいよ、たまには。高橋さんは、はい、毎日何を食べて生きているんですか？ご飯だよ。普通のご飯ですか？コンビニ弁当とか外食とかかな。自炊とかはしないんですか？まあ、動画の時だけやってる。一応動画のだけで嫌いになるようにやってる。自炊はでも一番大切だと思いますよ。まあまあね、うん、倹約もあるしね。カメリン、うん、何、どうぞ。高橋さんはお家の掃除とかはしてますか？まあちょこちょこ最近やってますね。あの、汚いんで、だいぶ汚いんで、だいぶ最近掃除してるんですけど。じゃあもうそろそろ私、逆に私質問、はい、いいですか？はい、じゃあカメリンにクイズです。クイズっす。難しいですよ。はい、大丈夫です。いきますよ。はい。37対56は？え、37対56？あ、はい、いいですよ、却下。もうちょっと簡単にします、はい、いきますよ。はい。15たす9は？あー、簡単です。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。15たす9だよ。14。あー、できました。じゃあ次の質問いきます。27たす27は？どうぞ。27たす27。はい。1、2、4、5。5です。なんて？ 5？ いや、27たす27ですよ。かおりさん。はは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 はわかった、わかった、カメリン、ごめんごめんごめん、わかった、笑ってごめん、俺が悪かった。じゃあ次の質問いきます、うん、18たす30は？あ、これ簡単です。18たす30でしょ。はい。40 48。やったやったやった。できたできた、よかった、すごいすごいすごい。じゃあちょっとずつレベルアップしましょう。はい。あ、ちなみにこれできなくてもしゃあないから。はい。僕は昔から暗算の達人、わかります？わかります。あの、そろばん教室に子供の頃から通い詰めてて、 あの、天文学的数字をバッて並べても、はい、全部答え秒で出る。だから信じられないけど、そのカメリンが、そのね、達人が苦手ってことで。苦手じゃない。あ、ごめんごめん。大丈夫です。すいません。得意です。じゃあ次の質問いきます。はい。80たす30は？110。やった、できたできた。できるんですよ、私。できるできるできる。いいね、すごいすごいすごい、できたできた。じゃあちょっといきますよ。はい。17たす
38は簡単簡単。17足す38は17、ちょっと待ってくださいね。17足す38は10 45。 F17 足す38ですよ。17足す38ですもんね。どうぞ答え。あ、55ですね。間違えちゃった。レベルアップした、レベルアップした。すごい。間違えちゃってた。すいません、すいません。ちょっと間違えちゃった。ボンミスですね、これ。最近でも、はい、なんだろう。ちょっと75足す98足す128はって言われても、みんな答えられないんですよ。ああ。で、僕らはやっぱソロバン世代で、1円なり2円なりでやってたから、うん、頭の中にソロバンがあるんですよ。だから、いちいち考えなくても、脳で、パッパッパッパで、脳内処理でパッと出ちゃうわけ。うん。すごい。だからそれは知らない最近の若いもん、これは言いたかったんですよ。うん、で、カメリンもそうだし、最近の若者は、その計算機があるじゃないですか。はい。で、やるから暗算ができないと。でもね、簡単に一つ答えていいですか。はい。暗算なんか覚える必要ないです。計算機でやった方が早い。そうです、早い。時間の無駄。はい。俺もね、子供の頃騙された。1円なり、2円なり、3円なりってさ、暗算そろばんってって、わーって。やったんだけど、で俺暗算の達人って言われた子供の頃。小学校3年生でもう全校もうクラスで完全な数学の天才、うん、だから数学の時間寝てても、ね、分かっちゃう、うん、全部暗算だから先の先まで読んじゃうから、だから先生よりも頭がいいわね。数学に関しては理系だから俺は悪いけど。なるほど。ごめん、もう、このカメラ、これ、こんな方にしとく。ちょっと、あんまりね、変なこと言ってると、あのストレスが溜まるっていうの、鍵口言われちゃうんで。あ、じゃあ最後にもう最後にじゃあカメラに、はい、話したいこといいよ。どうぞ。話したいことですか？うん。質問したかったら何でもいいよ。質問したいことですか？うん、とかやりたいこととか、言いたいこと言っていいです。言いたいこと。最近、うん、地球温暖化が、うん、結構はなんで地球温暖化地球温暖化が何地球温暖化が、うんうん、あ、地球温暖化が現実的になってきたんですが、うんうん、そこのところどう思いですか。地球温暖化詐欺ってのがあるんですよ。はい、詐欺です。ノストラダムスみたいな。ああ、じゃあ要するに最近の何だろうな、その温度のを明確に記したのは、まあこの100年って言われてるんですよね。ああ。だから500年前何度だったんだっていうのが、もう研究っていうか分かってないと。うん、だから1000年スパンで考えた時に、その時期によって、やっぱり暑い時もあれば寒い時よりもなだらかに変化していくので、そこはあれですよ。やっぱりその二酸化炭素詐欺っていうのが今あって。要するに二酸化炭素がどうのでオゾン層が破壊されるから温暖化で南極の氷が溶けてね、うん、南極の氷が溶けたらどうする、今住んでるカメリンとか俺の家はみんな中だよ、南極が溶けたらっていうことで脅かしてるわけよ。なるほど。だからなんでそれやりたいかっていうと永久エネルギーの話になってくる。永久エネルギー知らないの。知らないです。だから今あなた今電気使ってるでしょ。はい。ガソリン使ってるでしょ。使ってます。ガソリンとか電気を使う、うん、そうするとどうなる。ガソリン会社、電気会社、あなたも車乗ってるでしょ。はい。あれアラブの王様がにんまりするために、うん、高いガソリン代を買わされてるの、うん、でも本当は永久エネルギーがあるわけ、うん、そうするに水素力学ですよ。水素爆発だからビッグバンですよ。ビッグバンのバーンっていう力あるでしょ。それを電気にドーンって返す。だから空学のね、ピョーンってやったら引力あるでしょ。これ石あるでしょ。はい。こうやってあるでしょ。石ある。石って落ちるやん。落ちた。落ちるやろ。はい。これ落ちた。エネルギー発生してるよ。ゼロから生まれちゃってる。これわかるかな。落ちた。今引っ張られた。引力。引力なんだよ。リンゴが落ちたってこと。でそれは無から生まれてるわけ。
だから地球のど真ん中に、アースの地球の真ん中にエネルギー持ってるものがあるから、引き抜いてくれる。引き抜く、そう、そのパワーを使って、まあボタン1個したら車なんかガソリンいらない、永久にエンジン入っちゃう、引力使うから、うちは。でそれが俺らが公開するとアラブの王様が怒るわけよ。あ、だから二酸化炭素、うん、フロンガスや言うて俺を騙しに来てる、うん、ちゃうか。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 俺はそう見とるよ。だから世間で騒がれたりするじゃん。やっぱりあの利権闘争なんだよ。うんうん、だからこの今回のコロナに関してはまだわからないけど、結構メディアが報じてさ、あ、こうはだって二酸化炭素で心配だって、うんうん、じゃあ俺ら何ができるのっていう話で、はっきり言って俺たちの出す二酸化炭素なんか少量で、企業が、まあ、工場とかなんか使うときに企業がやっぱ二酸化炭素出すのよ、はい、工場でなんか作るってあれもしょうがないじゃん、作るときに。 それで二酸化炭素が出たり、それでその二酸化炭素で増えて温暖化になって、うんうん、誰だから例えばなんか別のエネルギーをしようとか、それ企業間でね、争ってるわけ。そういうこと。なるほど、うん、勉強になりました。そうそう、そういうことですよ。だから例えばなんか2011年のなんか原発事故があって原発反対運動みたいなのあったでしょ、うん、だからあれはあれも利権闘争だから、原発で儲かる人はやりたいし、うん、いやガスがガス会社の人とか石油の王様はさ、いや俺の石油でやった方が、それで反対運動も起こったりするわけ。で反対してやめてもらったら、そのガス会社はね、その原子力じゃない方が儲かるから。なるほど、あれ全部利権闘争。うん、でアラブの王様がにんまりしたいだけ、いろんなもんはべらせて。だから俺がね発明したさっきの永久エネルギーを、はい、引力を使って永久にエネルギーが出る。そしたら電気もいらないよ、俺が発明した機械トーンってやったらさ、うん、電気も、それはもう電気とか電気会社起こっちゃうんだから、永久エネルギーだから。電気も電灯も毎月俺1万払ってるよ。亀に いくら払ってる電気。うちは5000円かな。5000円でしょ、うん、うちなんか1万円くらい取られちゃう。1万円も取られちゃう。でガス代いくら払ってる。ガス代5000円かな。5000円でしょ、うん、僕も同じ払ってる、うん、5000円あれが永久エネルギーで、ボタン1個でポーンって。ただそれが俺が発明した永久エネルギーの世界、ボタン1個ポーンで終わりだから。だから家にポーンとね、簡単な話で言うとこういうものをね、ポーンと家に置くわけよ。でボタンポーンとしたらもう家の中にずっと充電、引力使ってるから、引力のパワー使って永久エネルギー。そうなってきたら電気ガスいらない。あ、うん、そうすると電気屋さんガス屋さん怒っちゃう。怒っちゃいます。冗談じゃないっつって、うちの株価下がるやないかよって怒られるから、まあ俺もあんまでかい声では言えんじゃん。そういう話、うざい。今そうやってネットに書いてあったの。ネットで今書いた情報を今あなたに受け売りで喋ってるだけ。本当にあったんですか。で何の、その永久エネルギーがってネットでは陰謀論って言ってね。あ、だからすぐそういう誠しやかにさ、裏社会の人がなんか罠を仕掛けてくるみたいな。ただ、陰謀論もまあ3割4割事実もあるからね、うん、まあ全部嘘じゃないけど、まあ永久エネルギーっていうのはね嘘くせえなと思うわな。ただね、一つだけ言える、はい、一つだけ言えるのは、はい、来た、今誰が引っ張った。地球が引っ張った。地球が磁力で引っ張ったやろ、うん、ということは何もせず無からパワーをドーンって引ったの。それを無から生まれる引力を使って円球の機械を作って落としたらぐるぐる回り続けちゃう。ずっと引力だから、それを電気に変えちゃうだけ。それは電気代だと。でガスもいらない、全部電気。素晴らしい。そうそうそう、という話。ただこれが広まったらな、それは電気屋さんも俺のとこ怒ってくるし、うん、ガス屋さんも怒る、車屋さんも怒るよ。あのそんなあのガソリン屋さんあるやん。ありますちょっと企業名出したら怒られるか出さんけど、うん、いろんなガソリン屋さん全部俺のとこに文句言ってくる。高橋さんやめて、うちガソリン売れなくなったら倒産してまうからねって言って、もう圧力圧力よ。だから俺の永久エネルギーのあれ期間あれ公表しちゃおうかな思っとるに今。終わろうか。今日の説法もよかったやろ。大変勉強になりました。そうそうそう、だからあのじゃあ最後に亀井、はい、一つ質問です、はい、128たす32は、はい、
3桁になってますよ。128+32、はい、128+32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 
うん、頭はいい、うん、亀にはだからあれなんだよ、また俺話長くなるんだけど要するに、はい、あの数学ができたから偉そうにするやつ俺やん、はい、あれ最悪やと思えん、なんかさ、うん、俺もあるんだけど、もう俺も理系だからさ、鼻にかけた男って言って嫌われてんだけど、うん、やっぱ俺理系ですからって、うん、文系の君たちより頭の出来が違いますからってね、うん、理系だから脳が全部分かっちゃう、ただそれはその数字に強いだけだから、カミリの場合はその数字は苦手なんだけど、あれができちゃう、暗算が、いやいや、フラッシュ暗算、何フラッシュ暗算、何フラッシュ暗算ってパッパッパッってできちゃうんです、いや、カミリの場合その発想力っていうか、その想像力はやっぱり俺よりいいもの持ってるから、あ、そうですね、想像力とか発想力に関してはカミリが抜きに出てる、はい、ただ計算ができないって、で俺この間あの 32+12 をって聞いて答えられんかった時めちゃめちゃこいつで 17+50 はって分からん言うてこれめっちゃおもろかったごめんごめんごめんすいません、うん、いやでもカミリンは数字が苦手でも、はい、で理系みたいな俺みたいな男はさ、そういうさ人をすぐ見下しちゃうから、うんうんうん、あ、自分より頭悪いんだみたいな感じで見下す嫌なとこあるから、そうです、ね、ただカミリンは発想力とか想像力の面でもう抜けてるから、うんうん、そっち伸ばしちゃったらもうすごいよ、はい、だって将来ピカソになっちゃうんだから、うん、話長い長いうまこのままにしとく、このままでいいです、ありがとうございます